企画は「まゆばかたくさん」イエーイ！はい、では早速メインの3人を呼びたいと思います。どうぞ。どうもよろしくお願いします。はい、いや今年初の立ちトークなんですけど、いかがですか？何かすごい質問の投げ方。私初めての立ちトークでもちょっと久しぶりじゃないですか、立ちトーク。まあそうですね。そうだね。だからでも年明けまあちょっとまあ経ちましたね。年明けてだから話はいっぱい積もりに積もってますよ。いやそれはもう本当に楽しみ。もう本当に今年はもういいことが起こりますようにという願いでね、いろんないいお話をしましょう。いいお話しましょう。はい、ということで今週も皆さんよろしくお願いします。お願いします。人々が寝静まる中、この番組は始まる。こんな時間だからこそ出演する情緒あるアイドルたちを優しく見送る男がいた。そう、ここはアイドルたちの始発駅。さあ、カンペが出ておりますから、はい、カンペも気にしながらいきましょう。そうですね。新年明けてすぐなので元気よくいきましょうね。はい、元気よく。はい、元気よくいきましょう。あれ、後ろからの声が聞こえます。もう僕ら3人でやりません？正直テレビでたいもうね、なんかちょっと立ちトークで立ってる意味ないな、あんまり。そんなことないですよ。喋ります。任せてください。本当？なるべく俺はルナッチを隠して。頑張って出てカンペ出てますよ、みひろさん。今回のテーマははいはい1月って振り返るといろいろしんどいですよねです。なるほど。ああ、一応テーマがあるんですね。そんなしんどい1月って。1月ってまあだから年明けからってことやろ。正月休みがあったから。そういうことだね。だから仕事始めるのは邪魔な相づちやな。一気にお前通販番組になってきました。じゃあお題いきましょうか。どれいきますか？上からいきますか？いやでもやっぱりこれじゃないですか、年明けなんでね。わかりました。それでは47歳男性からでございます。芸能人のお年玉事情が知りたい。お正月世間は浮かれた空気になるけれど僕はめちゃくちゃ憂鬱です。親戚や近所の子は私の顔を見ればバカの一つ覚えのごとくお年玉ちょうだいを連呼。原口さんやみひろさんはお年玉ってどれくらいあげてますか？子供だけじゃなくて後輩にも渡したりするもんですか？1回のお正月であげた合計の最高額、それからもらった最高額も知りたいです。すごい、結構聞いてくる。芸能界のお年玉事情、そうですよね。そうですね。私原口さんからお年玉もらったことあります。あげましたっけ？あげました。ちゃんとキャラクターもののポチ袋に入ったもうお金の中で最高のお金。お金選ぶ最高のお金。あれね、たかられたやつね、みひろから。原口さん、お年玉ないんですか？違う違う違う。はい、みひろってくれましたよ。あげましたね。いや、すごい。僕はあげます。かっこいい。もらってないです。何年前でしたそれ？昨年ですか？いや、昨年はくれませんでした。ちょっと待ってたんですよ。2年ぐらい前ですか？はい。2年ぐらい前はね、すごく景気が良かった。私まだ使ってないんです、その1枚。そうでしょ。だからちょうどね、2年前はまだね、ほら子供3人やったから、息子が子供が1人増えてね、なるべくね、まず身内の後輩たちの消去法から始まるんですよ。誰に？誰をあげないかって。そうね。だからまあ直の後輩でもないし、まあ別に一家でみひろを消去する。なんかか皆さんお年玉あげる人をこのどこのラインまでとか決めてます？ライン。先生、マヒナではどうなんですか？魔法の言葉でお悩み解決。電話占いマヒナ最強の鑑定士。番組3代目のご意見番も務めます。マヒナでは、お年玉。え、先輩後輩のお年玉ないです。ないですよ。いただきたいです。え、あげることももらうこともない。あ、あげますよね。子供とか、姪っ子とか。その辺にはあげる。そうそうそう。じゃあもう親戚までですか。そういうことですね。ラインで言ったら。ラインで言ったらもう親戚まで。親戚まで。芸能界ではあるっていうことですね。ありますね。芸能界は、芸能界はっていうか、芸人はそういうラインがないのであんまり。なんかこうだから後輩たちはチャンスを伺ってるらしいって。誰が今年もらえるか。そうだから中には年明け会えるかどうかわかんないんで年内中にくださいってやつ。すごい。まあだからそういうやつではもう年内中にお年玉。もう最後の収録でみたいなね。言ったもん勝ちってことですよね。そう言ったもん勝ちみたいなのがあるみたいな。言ったらくださるんですか。いやそれはもうねだってそれは。あ、だって。ちょっと待って、ここはライン引かしてもらいます。さすがにここのラインは。ちょっと後輩に、後輩にいくらあげてるんですか。後輩にじゃあ後輩にね。後輩にいくらあげるんですか。いや、いくらっていうのはもうあれですよ。だからこの子供何人みたいな人もいれば、そのまあ。そんなに僕お金持ってないんで、こうあげますよ。こうじゃあお年玉をこう後輩たちにあげていくじゃないですか。総額いくらあげてたりするんですか。一番ね出ていった年はね20万ぐらいいきました。いや本当に。だからすごい20万ぐらい飛ぶんですよ。そんなに若手が増えたってこともありますし、別に若手全員にあげるわけではないんですけど、まあお年玉あげるやつにはもうご飯でとかそういうことになってきますけど、まあまあ昔からいるやつとかね、まあ仲のいい後輩とかはそれ狙ってきますよねやっぱ。でだこっちもこう子供が増えることによって。金額が下がるとちょっと何言われるか分かんないみたいな。そのままキープ。こっちもプレッシャーがあるわけですよ。であいつら絶対言うから「坂口さんお年玉下がった」みたいな。絶対チクりおるから恥ずかしいです。「まゆばかガールズトーク」イエーイ。はい、じゃあ現役女子高生の奥山さんに2020年流行りそうなものをちょっと予想してもらいたいと思います。はい、2020年流行ってほしいんですけど、なんか私嬉しい時にすごくテンションがすごく上がって嬉しい時に、嬉しいの舞って言うんですけど、嬉しいの舞って嬉しいの舞かあ、そうです。これ振り付きで嬉しいの舞っていうのをやるんですよ私自分で。だからちょっとぜひ流行らしたくて、ぜひ。まゆばガールズの皆さんにもやっていただきたくて、嬉しいの舞皆さんもやってください。やってください。お願いします。ぜひ。ちょっとなんか分かる。嬉しいの舞。でなんか動画とか今ダンスあるじゃないですか。ああいうので取り入れたら流行りそうです。確かに。じゃあぜひ。お願いします。ということでこんな感じで番組やっています。山辺美恵 MC 未来のガールズエクセシブ番組まゆばか学園マシュバラにて19時45分からの生放送です。ぜひ見てね。あかねんこと荒瀬あかねです。普段はめっちゃ輝きたい候補生として活動しながらマルチに活動しています。2020年もスタートしたということで抱負を発表します。めっちゃ輝きたい。たくさんライブをしてファンをつけてワンマンライブをする、そして荒瀬あかねまゆばか本編に出演するです。まゆばかまだまだ続くよ。これとかですか。いいじゃないですか。はい、21歳男性からです。芸能人ってなんでお正月休みにハワイに行くの？はい。確かに確かに。よく上がってますよね、SNS とかで。芸能人分じゃねえの？でも私毎年行ってましたよ。まあボディーボードやからな。いや違くて、昔結構金持ちだったんですよ。だから毎年行ってて花火上がるんですよ。すごいんだね。すごい。でもハワイって今安くなってるからね。昔より本当にすぐね行けるようになってますから。はい。ふと思ったんですが、お正月休みになるとなんで芸能人って揃いも揃ってハワイに行くんですか？あんまりヨーロッパとかに行く芸能人って聞かないですよね。ハワイって何がそんなにいいんでしょう？違うんですよね。はい。ちなみに、お正月休みはどこに行きますか？あれですよ。どこに行きましたかですね。あ、どこに？なぜそういうイメージがついたかってやっぱり、もうハワイでマスコミの方が待ち構えてるから、行かなきゃいけない。なんかどっかでその芸能人イコールハワイみたいになっちゃってるんですよね。あのどっか。でもいるって分かっててプライベート取られたくないじゃないですか。なんで行くんですか？だから、まあハワイ好きが多いんじゃないですか。本当ですか？それだけ。ヨーロッパ行かれてる方も僕知ってますし、今年はどこどこ行くんだみたいな身内の中で話したりとかして、そういう人たちはやっぱ空港が違ったりとかするからね。たまたま芸能人はハワイ好きが多いってことですね。なんか昔からそのワイドショーで芸能人のお正月でハワイがなんかこう中継される、中継というかこうマスコミがあげられるから、そうイメージがついちゃってるっていうのはあるんじゃないですか。わざと行くパターンもいらっしゃるんですか？わざと行くというか、向こうに別荘をお持ちの方とかはね、毎回行く。はい。今まで行ったお正月休みで一番おすすめの場所はどこですか？どうですか、みひろさん。お正月休みで。いやだって夫婦で行って。もう2年前の話でした。すみません。2年も経っちゃったんですね。早いですね。令和でございます。オーストラリアとか良かったですけどね。ああ、良かったオーストラリア。オーストラリアいいですよね。でも新婚旅行で行ったんですよ。違うんですよ。お正月ですね。お正月休みで一番おすすめの場所。新婚旅行で行った思い出の話じゃないんですよ。一番おすすめの場所ですよ。お正月に行ったんですか、その新婚旅行は。違うでしょ。違います。9月に行きました。いや全然関係ないんだよ。お正月休みだよ。何やその話。嘘笑いで入ってこようとするのお前。嘘笑いですお正月。うるさいな。嘘笑いでございます。私新潟実家に帰りますよ。ああ新潟。海外とかは行かない。いいかもしれない。お米。新潟でいいとこありますか？お正月行ったらこういうイベントあるよとか、お正月のお祭りみたいなのないですか？お正月はだいたい家に引きこもってますね。それが一番ですよね。親と一緒に過ごす。三が日は一歩も外に出ちゃダメっていう。すみません、今のところお正月おすすめスポットが三島の実家なんですよ。違うんですよ。新潟でいいところ。あなたの引きこもりはどうでもいいんですよ。別にみんな三島地で追っちゃうじゃんそんなの。違う。どこだろう。新潟でおすすめですよ。佐渡とかどうですか？佐渡。山の方、十日町とかは雪がすごい積もるので、壁のようにすごい積もる。それはすごく綺麗ですよ。そういうのです。そういうの聞きたかった。私はお正月いつも家族で富山に富士山。富山と富士山4万違い。いいな。富士山行くの？登ってんの？車で行って、神社あるじゃないですか、富士山の。あそこでお参りしてで帰ります。登れや。自分の足で登れよ。正月怪我しちゃうじゃないですか。怪我したら踊ると大変じゃないですか。まあね。そうなんで車で行けるとこまで行って、お正月にいつも家族で富士山登ってますよって言ったらな。日の出とかも見られるんですか？食いついたやつおったな。富士山登ったばっかりなの。おっちゃん登った。お正月ではないんですけど、富士山でワンマンさせていただいたので。そうなんや。なんか言ってましたよね。そうか言ってた。それでパンパンな顔が。ちょっと気圧の。まだ戻ってない。まだ戻ってないんで。すいません、お正月食べ過ぎちゃって。話変わってる。気圧から食べ物になってる。原口さんはお正月どこ行くんですか？お正月ですか、僕はもうバラバラです。もう本当に子供たち行きたいとことか、奥さんの行きたいとこに優先順位をつけてます。僕の行きたいとこにはもう行けません、基本。だって俺が行きたいって言ったとこはもう全部却下。却下というか意見が通らないので、まずほら順番じゃないですか。子供、奥さん、それで優先ですから。そうです、その意見を聞いて、もうそこでもう多数決で行きたい人で子供たちがあげちゃえば、もうそこ決定しますから、心の中ではあそこ行きたかったなっていうのがあるんですよ。それはもうね、大変なんですよ。切ない。だからバラッバラですよ。温泉行ったり、今年は雪山行きましたけどね。ファミリープランで行ってきましたよ。原口さんも滑るんですか？滑るんですか？今滑ってます俺。アモルの占い処方箋、魔法の言葉でお悩み解決。はい、じゃあ今日は白波瀬さんね、お悩みはどういうことですか？はい、ちょっと最近女子力がないなって思って、それで悩んでて。昔から結構スポーツっ子なんですよ。ずっとスポーツもやってて、でファッションにもメイクにも全然興味なくて。おしゃれじゃない。いやいやいや、全然です。そう。それでもう最近はちょっと女子力のある子を見て真似しようとしてるんですけど、なんか自分で引っかかる部分があって。なぜその女子力がないってことに気になったの？SNS をやるようになって、なんか女子に好かれたい部分がやっぱりファッションだったりメイクだったりコスメだったりいろんなのがあって、そこに全然興味がないなと思って。じゃあごめんなさい、この中からね1枚ねとりあえず引いてもらっていいかな。はい、あ、ごめんなさい。あ、いいですよ。はい、じゃあ1枚ね。はい、2枚。はい、もう1枚引いて。はい、3枚。はい、3枚ね。自分の魅力を高める方法っていうのは、外側にこう、もちろんねそれもね楽しみの一つとかね、それで磨き上げていくみたいな、プラスしていくっていう感じになっていくと思うけれども、でもそこじゃないっていうのにもうカイラさんと分かってるんじゃないかな。そうですね、周りに合わせようと思って真似をしようと思わなくても、カイラさんの魅力を分かってくれる人はちゃんと来ます。なんで、自分の中でちょっと違うんじゃないかなって思ったこともちゃんと分かってるので、自分の中のその正しいと思ってる方を選択する。はい、それがすごくこれからねカイラさんの魅力を高める方法になるよっていうカードがちゃんと出てるので、すごい。はい、自分がどうありたいか、自分がどうなりたいか、常に自分で選択している。お大事にしてください。ありがとうございます。はい、今月のバトルクイーン、鬼塚真希。はい、じゃあ26歳女性です。芸能人の親戚付き合いが気になる。親戚付き合い。私はお正月に親戚で集まるのが面倒で仕方がありません。あまり親しくないおじさんたちのしょうもない話を聞かされ、おばさんたちからは「まだ結婚しないのか、仕事はどうなんだ」と嫌な質問攻め。正直家でお笑い番組でも見ていたいです。そこで気になったのですが、一般人の私でも面倒な親戚付き合い、芸能人ともなればサインをくれ、モノマネしてくれなどと言われ、もっと面倒な思いをしているんじゃないかと勝手に想像しています。原口さん、親戚付き合いしていますか？親戚の新年会とか行きますか？新年会は行かないですけどね、親戚付き合いはもう嫌でもついていきますね。やっぱりこうライブとか、今地方で変人のライブとかもうやらせてもらってから行くと、近場やと親戚も来るじゃないですか。福岡でやると近場の親戚とか来るわけです。必ずやっぱり大量な色紙がね、やっぱ来ますよ、大量な色紙が。そう、あれなんなんでしょう。あ、芸能人ですね。芸能人。なんか違うんです。俺は一番心配なのが、身内がそんな色紙持ってきて、当てないいらんって言うんですよ。あ、え？当てないいらんって言うんですよ。日付だけ書いておいてくれ。当てない。そうなんです先生。怖いんですよそれが。うちの親戚信用ならん。うちの親戚は本当信用ならんから。公式してどうしてるのかがもう不安で不安で何回かその多めの色紙、親戚のね、多めの色紙書いたと俺メルカリとかチェックしたから何回か。大丈夫でした？一応まだ出してないだけかもしれない。あと売れてないだけか。うるさいほっとけば。なんでしょうね、あげてる人決めてないから当てなないんですよね。そうやね、絶対。ほんで何々さんって書いてって後から持ってくるパターンとかね。あれないですか。みひろさんの親戚とかは結構サインくれとかないですか。多分私がこういう仕事してるって知らないと思う。何やってる人と思ったんですか、東京で。政治家なんでしょうね。多分得体の知れないなんかやってんだろうなとは思ってるけど、芸能界にはいるっていうことは知らないですか。知らないと思う。おじいちゃんが今は亡きですが、お正月にテレビ見てたんですよ。でバカ殿様やってるじゃないですか。私出てたんですよ。で私が出た時にで見てたらしくって、でもそっから何もなかったです。ああ、そうですか。バレなかった。バレてないの。自分では言おうって思わないですか。うん。もうやってるとは言わない。聞かれないから言わない。聞かれたら言う。はあ、まあ親戚一番立ち悪いからね。知ったら。勝手に言おるから。勝手に。強いとこが。勝手に言おるんですよ。何をですか。すいませんとかに合わせてあげるからとか。わかる？言っちゃうんですね、それを。結局ほら向こうはさ、俺のモノマネを利用しようとするわけじゃない。で相手はでもさ、本当芸能界にいるからって本当のさんまさんに合わせてもらえるって思っちゃう人もいるじゃない。その板挟みをこっちは本物偽物とのえって。本音の「めかっちゃった」とかやると「わー！」って喜んでくれる人もいれば「わー！」って「何すか？」って言う人もいる。悲しい。いや、そうよ。切ない。それは切ない。それ説明しとけと、ちゃんとちゃんとね、前もってね、前もってモノマネだよ。そうや、前もってこんな薄毛芸人界のトップを目指せ、ザ・トップケンプレックス芸人グランプリ準決勝大会。ケンプレックス芸人たちがトップを目指し1年かけて競い合うネタバトル。優勝賞金50万円、特別賞は来年のコーナー MC と植毛手術をゲット。栄光を手にするのは誰だ。今週ネタを披露していただくのは、ワイルドカードで勝ち上がったインディペンデンスデイさんです。どうぞ。相方久保田君っていうんですけども、僕久保田ですけどもね、その久保田君のイメージ DVD を出したいなと思ってまして。誰が買うんだよおい。江ノ島に行ってちょっとビキニ姿で撮影して。誰が見たいんだよ、肥満の成人男性のビキニ。通報されるぞ周りの人に。あれ UFO 呼んでるの。 UFO 呼んでないよ。一番の見どころのシーン、見どころは江ノ島の海の向こうにうっすら島が見えるんですけど、そこまでちょっと久保田君に遠泳をしてもらいたい。なんでがっつり何キロも泳ぐんだよ、うっすら見えてる。そんな新日の合宿じゃないんだから。こんな手汗飛ばしてる。手汗飛ばしてないよ。なんで見てる人に手汗飛ばすんだよ。今見てる方でもっと見たい方いましたらこちらまで来ていただいて。そんなガッツのある人いないんだよ。そんな手汗を見たい人なんて。こんな感じの DVD どうかな。うっさい。どうもありがとうございました。じゃあそれではガールズの皆さんに順位を決めてもらいたいと思います。久保田さんのなんかちょっとツッコミがなんか癖になる感じというか耳に残る感じですね。それをねわざとやってんのもね。いやそういう言い方すると出演していただいた皆さんに登場していただきましょう。お願いします。お疲れ様でした。それでは順位の発表をお願いします。じゃん。結構一致しました。さあということで、インディペンデンスデイは2位ということで準決勝のザ・トップはジグザグジギジギでございました。久保田さんの話し方、なんか変ですよね。なんかそれがすごいツボで面白かったです。でもダメだったんですね、1位にはやっぱり。ああそうなんです。じゃあということで、ザ・トップのジグザグジギーさんは3月の決勝大会に進出ができます。おめでとうございます。はい、じゃあ来月もザ・トップケンプレックス芸人グランプリ準決勝大会です。お楽しみに。今月のバトル第2位、ふなっち星。第82回マユバガールズバトル結果発表。今回生き残ったのはこいつらだ。クソ真面目な不健康シンガー鬼塚真紀、看護師シンガーソングライターハノン、学園枠からのリアル JK 奥山すずな、最近一人はいるタイプルナッチ星。来週からは新メンバーを含めたこちらの8名でマシバラバトル。果たして生き残るのは誰だ。詳細はマヨバカもしくはマシバラホームページをチェック。はい、いかがでしたか皆さん。ねえ、いかがでしたどうでした。いやなんかいろんな話ができてすごい面白かったし、なんか聞いちゃいけないこともバンバン言ってきてくれたからすごい嬉しかったです。聞いちゃいけないことなんてない。あ、ないんですか。何でも教えてくれるよ。放送しちゃいけないことはあるけど今 JK っていくらもらってんの。お年玉でも5000円から1万円ぐらいですね。やっぱりああそんな感じですね。相場もまあ嘘言うてないのな。いや今原口さんにもらおうと思って嘘言うてない。本当は3000円から5000円やないの。いや私も本当になかなか聞けないお話聞けるのが結構このコーナー楽しいなと思っていつも聞いてます。マジでお前拡散とかすんなよお前マジで。拡散とかすんなよ。拡散ですか。SNS でなんか言うねこれ。言っちゃいますね。原口さんお年玉もらえるらしい。最高20万円あげた。言うね。楽しみにしてます。楽しみにしてますじゃないんだよ。言ったもん勝ち。言ったもん勝ちじゃないから。はい。来週も充電させてもらえ。来週もよろしくお願いいたします。また見てね。